皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の生徒萌香です。今日はノーザントーンズのシリーズから、ホーンパイプ、今日はね、ジェームズ・ヒルさんのウォーターホールド公爵という、ね、ホーンパイプを演奏させていただきました。このジェームズ・ヒルさんが活躍されてた頃っていうのが1811年、今から言うとこの200年ちょい前ですね。はい、なので、そこから1853年ぐらいまで活躍されてたんですけども、フィドル奏者でね、ご自身でパブを持ってらっしゃって、そこに何か名前仲間をね、フィドル仲間をこう呼んでみんなで合奏して、でお客さんたちもダンスをしたりなんかしながら楽しんでたという感じですね。でウォーターホールド公爵の、ね、名前がついた、こちらの作品も同じホーンパイプのように、この4本のようなホーンパイプって人気だったんですけども、非常に軽やかなターカ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 ってホーンパイプ特有のリズムがずっと続いてて、すごくその中でね、3連符とかがタカタタカタっていうね、あたりがすごくね楽しげに聞こえるなんかパッセージかなと思っています。でこれも、今回私はタンニングをしっかりと入れて演奏してますけども、まあ、フィドルの方たちが、いわゆるクラシック畑ではないので、フルートだったらば例えばタンニングというのはあまりしないですし、バイオリンだったらばちょっと実はボーイングとかも違うんですよね。なので、なんだろう、少し砕けた感じにされたいようでしたらば、ちょっとタンニングをあまり数たくさん入れないようにして、タララ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 ラという感じで、ちょっと緩めの感じに、吹いてみると、まあ、このホーンパイプのこのフィドルの感じっていうのがね、たくさんね出てくるんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしてもなんかクリスタルフルートで演奏するときには、跳躍とかでね、結構普通のフルートとかよりかはしっかりめに捕まえてないと外れやすいところとかたくさんあるので、指のね、運指の都合上、今回私ね、シドドとかはオリジナルの指、かつ、この楽器に合う指をちょっと変えてるんですけど、その指にドのナチュラルはしてるんですけども、皆様も、楽器によって変えられる方いらっしゃるかと思うんですけど、このシドドなんかはもう逆にこれで取っていただいてもいいかもしれないです。ご自身が指のつながり的に楽なものを選択されるといいんじゃないかなと思っています。ということで、今日はウォーターホールド公爵お届けいたしました。それでは皆様、またね。